ます。はい、チーズ。保険証とご活躍をお気にいたしまして乾杯。乾杯。私が、レックを選んだのはやっぱり工藤先生の授業です。もともと他の予備校も含めてですね、いろいろと見させていただいてたんですけど、一番最初に工藤先生の授業を受けて衝撃を受けてですね、すごくこう論理的で興味を引かせるというか、退屈せずにですね、またまた来週も来たいなというふうな思えるような授業だったので、ぜひこの先生のもとで学びたいなと思いまして、帰りにすぐに申し込みました。私の場合は、レックにたどり着く前にいろんな学校に行き、最後がレックだったっていう、どこにも、もう行くところがなくなって、たどり着いたというような感じだったんですけれども、一番最初にやっぱり良かったなと思ったのが、常にこう全国的な、ね、放送で東京の授業が聞けたりとか、僕のその、ね、その先生、工藤先生の授業が大阪から全国にこう発信されてたりっていうところで、常になんかこう全国レベルを感じられるっていうのがすごく僕には新鮮で、でそこからずっと合格するまで、レイクでお世話になると決めて今日に至るというような感じです。私の場合は初め独学で勉強したんですけど、その時に直前講習、今は合格レシピなんですけど、当時七つ星レシピですかねに、参加した時に本当に分かりやすいテキストで、まだまだ自分その当時はレベルに追いついてなかったんですけど、早くこのレベルに追いつきたいなと思ったのと、時たまに先生が問いかけがあるときに答えられないこの悔しさがあったので、早くそれにもう全部答えるようになりたいなっていう思いがあったので、工藤先生の授業に参加したと思います。社労士の学習経験者にとって必要な3つの要素を持っていたからです。1つ目がテキスト。テキストはやっぱり教科書じゃなくて参考書であるべきだというところがあって選びました。2つ目が問題集です。先生のやっぱり予想問題を踏まえた、出るところが踏まえられた問題集があったというところで、3つ目はやっぱり先生の飽きない講義。やっぱり聞いてるだけで眠たくなるような講義をする先生が多い中で、工藤先生はやはり持ち前のジョークも踏まえた、かつ分かりやすい講義がやっぱり私の心を掴んで離さなかったから選びさせていただきました。私も最初は他校に通ってたんですけども、何年かやって結果も出なくて、もうちょっと一つ環境を変えたいなということで、レックを選ばせてもらったんですけども、工藤先生はお優しいんですけども、結構授業中は割とこうシビアなことも耳の痛いことも平気でおっしゃるところがあって、ちょっとぬるま湯にこう受験の期間がね長くなると、ちょっとこうぬるま湯に浸かったような感じになっちゃうんですけども、そういうところでこうすごく刺激をもらえるっていう、厳しいことをたくさん言ってもらったっていうのが私はすごく嬉しくて、ちょっとガイダンスの時とかにも感じたので選ばせていただきました。社労士他の修行何か目指したいなと思った時に無料のガイダンスがあったので、その説明をされてた先生に背中を押されたから、その勢いで選ばせていただきました。私も他の学校から工藤先生の方に、授業を受けさせていただいたんですけど、まずきっかけは受付の方がすごい工藤先生がいいということで、もう本当にすごい熱心に工藤先生の授業を受ければもう合格は間違いないというふうなこと、力強い言葉をいただきましたので、もうそれを信じ工藤先生のクラスで合格したいと思って決めました。私もずっと独学でやってきていたんですが、昨年の試験で老一の選択肢が0点ということで、独学の限界を感じて、でちょうど たまたまレックさんの回答を即を配っていただいて、それを受け取ったのがレックを選んだきっかけでした。それでちょうどタイミングよく工藤先生のガイダンスを受ける機会がありまして、年金を強くなりたい、それから労働一般の問題に対応できるようになりたいと私がお話ししましたところ、それを励ましていただいた。それからツールボックス編から始まる先生のテキストが非常に分かりやすかったのが、先生の講義を受ける決め手になりました。本当にありがとうございました。私がレックを選んだ理由は、1番目が駅から近い、2番目が金額です。すいません、以上です。でも良かったと思います。1番はやはり動きがある映像ですね。なかなかこう文章だけ読んでても自分でイメージしててもわからないところがすごく多かったんですけど、動きがやっぱりこうつくことですごくイメージできるなということがありました。もう一度こうテキスト読むときにもその映像がこうきっかけになって内容を思い出したりしたので、それがすごい素敵だなと思いました。ご自身でテキストを作られ、ご自身で問題というものを作られ、ご自身の意思で講義をされるという、そういう責任感、一言で言う責任感です。私の場合は社労士の授業と離れて、例えば社会保障のあり方とか、あとは政治に対して工藤先生の、どういうふうに考えられているかという意見を述べること、述べられることがありまして、それは私自身見識が広められるといいますか、当時会社で1分間スピーチという
のがあったんですけど、少し参考にさせていただいた部分もかなり多くありまして、そういった部分では社会保険労社労士以外の分野に工藤先生の話を聞くのがすごく楽しかったなと思います。やはり午前3時間、午後3時間という、丸1日の長丁場の講義でありながら、すごく飽きずに聞けたところです。やっぱり特に午後の14時、15時になってくると眠たくなったりとか、ちょっとぼっとするような時間帯でもあるんですけども、私の場合、それが一切ありませんでした。やっぱり先生が考えて、その受講生の顔を見ながら話をされているところ、そこがやっぱり受講生のことを考えながら、また喋るだけじゃなくて、そういうふうなところを盛り込みながら喋られているっていうところが、やっぱり、先生と私との一対一の環境とも考えられるぐらい感じ取れたところが、すごい飽きない授業というところで、私は強く感じました。雑談がね、結構多いんですね、先生。でもそれがね、すっごく楽しくって、でもただ楽しいだけじゃなくて、深いんです、すごく。こう試験に出てくるようなことをこうさらっとおっしゃられたりとかね、そういうこととかが隠されているんで、もう本当に無駄な話は一つもないんじゃないかな。講義はもちろんなんですけども、その雑談の中にも隠れているものがたくさんあるなと思いました。工藤先生はもう何が質問飛んでくるかわからないんですけど、もう一言で言うと横断労働基準法を勉強しているつもりで講義聞いてても安全衛生法が飛んでくる雇用保険を勉強しているつもりでも厚生年金が飛んでくる、そういう形でもう、ね、横断すべてこう俯瞰的に見るということがすべての授業でできた点が良かったなと思います。講義もさることながらなんですけども、先ほどおっしゃられたように、雑談の中にもすごい本当に無駄な話がなかったなっていうか、本当に結構、そういうのでも僕はちょっと書き留めてた方だったんですけども、今回同時にしてもベトナムですか、それも工藤先生が雑談の中でなんか職業安定法の時にそのベトナムの何々人の名前がどうのこうので最近は手続きがややこしいねっていうことをなんか選択式の時になんか神がかりで頭こうどういうの湧いてきまして、最初ブラジル選ぼうと思ったんですけども、あそうです、先生がそうなんかおっしゃったなっていうのがありましたので、本当に、もう本当講義はもう皆さん言われるようにさることながら、雑談のところにも本当にもう無駄が一切ないので、その辺は本当にもう真剣に多分皆さん聞かれてると思うんですけど、そういうところもすごい大事だなっていうことと、あともう一点最後に精神的な支柱ということで月刊スイングバイ、あれ本当にもう折れそうな時に先生のその言葉とか、その今こうやったらいいよ、ああやったらいいよっていうことがすごいその時その時にちょっとぴったりでしたので、それを本当一言一句間違いなくやってれば合格ができると思うので、それがすごく良かったと思います。社会保険系と労働保険系と、全体をもう俯瞰して講義を組み立てられているというところがすごく良かったなと思うのと、それからやっぱり雑談と、それから時に詰める学習でなければ本試験を突破できないという明確にメッセージを掲げられて、このなんかオンとオフの切り替えというか、そのメリハリの聞かせ方がすごくいいなというふうに思いました。あとやっぱり雑談がやっぱり面白かったというのが印象に残っております。先生の授業で一番衝撃的だったのは目的条文の意味をちゃんと教えてくださったことです。他の資格の学校にも行ったんですけれど、目的条文の意味まで教えてくれた先生は一人もいなかったので、本当に衝撃的でした。工藤先生に決めました。工藤先生から頂いてですね、ひたすら文章を書いてました。文章を書くというのはですね、その一文ずつを写すのではなくて論点を書き出すということで、そのつながるようなキーワードをひたすら書いていって、もう頭に刻み込むというような形で勉強してました。そのことで久しぶりにこうペンタコができたりとかですね、手がこう真っ黒になったりとかいう、なんかこう受験生の時に戻ったようなぐらい一生懸命ひたすら書いて書いて勉強しました。自分が第一にしてたことは、一本一本のレッスン、授業を大事にする、そこで全て出し切るということですね。で、工藤先生、どんな質問が出てくるかっていうのを、ある程度想定しながら準備をしていってという、そういう勉強を続けていきました。それでも自分の予想を超えていることが多かったんですけれども、なるべくその、攻める学習っていうところを結びつけて、自分はなるべくこう前に早く行くっていうことを意識して、取り組んでいきました。私の場合は昨年までの場合は過去問を中心にやっていたところがあったんですけど、やっぱり過去問だけでは乗り切れない部分が多かったので、予想問題を解いていく中で、特に私が注意していたのは、
ある問題にぶつかった時に、例えばその問題がなんか他の法律でも同じような話してたなと思ったらすぐに調べてリンクさせるって書いたりして、なのでもうその場で必ず解決して次に行くっていうのは癖つけるように、後回しにしないというような学習をしています。1年間の学習スケジュールの中で3つに立て分けました。1つ目が年内、2つ目が4月末まで、で3つ目が直前と。でやっぱり年内についてはインプット7、アウトプット3の状態で、まあ、できればそのアウトプット3の中で一回し、過去問とか、問題集やっていくと。4月末までには、やっぱりインプット3、アウトプット7の配分にしました。アウトプット7でできれば3回転、ないし4回転やっていくと。で、直前期はやっぱり模試がありますので、そこに模試に力を取られがちなんですけども、インプット5、アウトプット5。模試の復習をインプット教材のテキストを使いながらきちっと押さえていくと。というところで漏れがないように学習を進めていって、どう点数を積み重ねていったら49点に達するのか、49点7割を目標にしてましたから、49点を達成するためにどういうふうにやっていけばいいのかというのを考えながら、きちっとその自分の点数の状況を踏まえながら勉強を進めていったというところです。インプットの間ですね、テキストとアーカイブっていう問題集があるんですけども、別々にするんじゃなくて常にワンセットを必ず同じページ の同じ番号が振ってあるので、番号を見るときは必ずアーカイブの同じ番号のところも見ると、解くっていうように読む、私は読んでました。でもう必ずそれは2冊セットで必ず同時期に読んでいく、解くっていうことはあんまりしなかったんですね。で他の過去問も一切解いてなくって、とりあえずもうその2つの繰り返し、時間がなかったんで、それを、直前期までやりました。あと法改正ですね、法改正を本当は3年分したかったんですけど、ちょっと時間がなくて2年分、それも去年の工藤先生の講義されたものを見ながら、これも何回転かやりました。けど最初の方はすごく書いて覚えてっていうのをしてて、最後の1年はですね、書くのをやめてちっちゃい人形を置いて、条文先生が言った口まねじゃないですけど、それをずっと聞いてたので、それをそのちっちゃい人形を教えるっていうので、自分で口でその条文の内容を説明するっていう学習方法に切り替えて、ずっとブツ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 ちっちゃい人形に教えてました。最初はやっぱり問題演習ばっかりでしたけれども、もう最後のやっぱ年はテキスト中心で読み込む、例えば考えて読むっていう癖をつけて、はい、読んでおりました。でもう私が通った一番多分もう本当要因は、先生言われるその1ヶ月ごとの工藤先生の DJ、 そっちの方で先生が言われる通り、今回は問題演習で、次はテキストでっていうような感じで、そのまま言われる通りそのままやれば本当に合格できたので、それが一番良かったと思います。で私は問題演習をこれまで中心にやっていて、テキストを読むのが苦手だったんですが、ウェブで先生の講義を受講して、先生の、スイングバイが配信されると、必ず、1回はもう必ず先生の講義を聞いて、先生がおっしゃられたポイントをしっかりマークしたり書き込んだりして、テキストの方をいろいろ後に読みやすくするように工夫をしていました。で、それと合わせてアウトプットの、問題演習とやって、テキスト読みとアウトプットと、これをバランスよくやっていくっていうのが大事だなというふうに感じました。私はアウトプットを中心にやってました。インプットではどうしても眠くなってしまうので、アウトプットで間違えたところを例えば教科書のところに書いたりして、読み返した時に分かるようにしていました。勉強をしてですね、必ず無駄になることはないなと思います。試験ということなので、結果が全てというふうにおっしゃることはあるかと思いますけれども、私はやっぱり仕事の面でもすごく勉強したことが身になったなと思っていて、それは合格するしないというふうに関わらずそうだったと思います。で本当に最後合格ができるかできないかというところは運もあると思うんですけど、一生懸命勉強することによってその運は、必ず引き寄せることができると思いますので、次勉強される方は悔いの残らないように頑張っていただけたらいいかなというふうに思います。これから工藤先生の下で勉強されようとお考えの方は、私にも心当たりがあるんですけれども、工藤先生の授業を聞いてるだけで自分がなんか偉くなったような、なんかそんな錯覚っていうのがあって、でそこは絶対気をつけないと、何もないさらしのところで、じゃあ自分がどうやって説明ができるのか、問題が解けるのかっていうところをしっかり突き詰めてやっていかないと、何回も何回もね、工藤先生の授業楽しいっていう受けてしまうようなことに陥ってしまうんじゃないかなと、私がそうだったので、そのあたりはしっかり気
業式目でやった方がいいかなと思います。ただやってる事業っていうものは自信を持っていただければ、どこのどの事業より量も質も熱も上回っていると思いますので、しっかり頑張って合格をつかみ取っていただければと思います。一番今感じているのは、本当にこの勉強してきた期間というのは自分自身の財産だなと感じています。なかなか社会人に出てから勉強するというのは周りの方では少ない方だと思うんですけど、やっぱり一度こう勉強する習慣というのは身につくと、他の例えば資格とか、会社の勉強とかやるときに、なんかスッと入って勉強する習慣があればスッと入っていけるかなというふうに感じてますので、まあ、これから勉強される皆さんが今後ですね、工藤ゼミに入って、来年8月まで、期間があると思いますので、本当に社会保険労務士のことだけ考えてですね、一生懸命やれば必ず合格できると思いますので、ぜひ工藤ゼミに入っていただければと思います。お願いします。工藤ゼミに入ってまず工藤先生を信じてやり抜くこと、これがまず結果が出る第一歩目だと考えております。信じて言っている通りにやり抜く、で目の前の教材を全てやる、一回やるだけになって何回も何回も繰り返す、その繰り返しの中でやはり工藤先生の講義の中の内容とか、あ、こういう風に繋がってきたんだなっていうのが絶対分かってきます。それが必ず8月の第4週目のクソ暑い中の環境の中でも必ず結果に結びついていくところですので、情報がネットとかで情報がいっぱい流れてくると、これやったらいいんじゃないかな、ああしたらいいんじゃないかなっていうのが絶対入ってくるんですけども、そんなのはまず横に置いといて、まず工藤先生の言ってることをやり抜くというところを信じてやっていたら必ず結果が出てきます。手を広げないっていうことかなと思います。工藤先生の教材はテキストも問題集も本当に十分すぎるほどのボリュームがあって、本当はそんなことを他のことなんてできるはずないと思うんですね。一生懸命やったら先生を信じて、もう先生の言う通りにすれば合格すると私はそう思います。あとなんかいろんなこうアイディアをね、こうちっちゃい手帳を作ったりとか、途中でそういうこともおっしゃってくださるので、そういうのもそのまま自分のものにしてね、その通りにやれば必ず合格できると思います。社会保険労務士合格を目指されている皆さん、軽く勉強したければ工藤ゼミ。本当最後は工藤先生のクラスで良かったなと、つくづく思います。本当に皆さんが先ほど言われたように、先生の言ってることを一字一句履き違えなければ必ず合格は絶対に回ってきますんで、本当にもう続けることが一番大事だと思いますし、自分自身にもうそこまで多分一点差とかで皆さん多分悩んでる方が多いと思うんで、最後は本当に自分を信じて、あと工藤先生を全面的に信じてやっていけば必ず合格できますんで、ぜひ頑張ってください。最後まで諦めないことが大事だと思います。で今年のロー1の選択式の問題のベトナムは、私は当日の朝レックがまとめた資料集を流し読みして、ちょっと印象に残ったのでノートに書き留めていて、それで本試験で正解を選ぶことができました。最後まで自分を信じて、先生を信じて頑張って合格をつかみ取っていただきたいと思います。諦めてしまったらそれで終わりなんですけど、続けていれば必ず自分の番は回ってきますと思いますので、工藤先生を信じて頑張ってください。ありがとうございました。以上です。ありがとうございました。